おはようございます。今日は朝の戦略ということで、今9時になりましたが、デイトレード。チャンスがない銘柄に関しては絶対に手を出さない。チャンスが来た場合に買いを、ルールを守りながら、感情を優先せずにトレード。いい銘柄が、保持中に他にあればそちらに乗り換え。アドバンテストが寄りました。マイナス約3%。昨日の決算発表、120社超ありまして、それら、9264ポエック、9434ジェスコ、アクスレイ、アサヌマ、免疫生物、アイビー、グッドパッチ、理系などなど、ギャップアップ銘柄、多く参見されておりますが、そもそも出来高が少ない銘柄に対しては、絶対に手は出さない。ということになります。手を出したとしても、ほとんどの場合、手仕舞いができなくなる。手仕舞いしたいときに、例えば5000株入って、手仕舞いしたいときに、100株、200株でしかも値が飛んでいたら、プラスどころか、マイナスになってしまう危険性がある。ということです。それを踏まえて見ていこう。焦る必要はありません。今、高サイドを実は見てるんですけれども、ギャップアップ後の売りを見ていたんですけれども、特にポイント。オルツは、屋外ですが、ストップ高まで、まだ行かず、710円から720円台で値がつきそうですね。ケースも722円でしたね。TSI、マイナス。で、本当はですね、こちらも、この開けた窓埋めの売りということで、昨日の YouTube、お伝えさせていただきました。ここは実はこのようにポイントになるんですけれども、1本目のローソク足の状態を見る限り、ちょっとかなというところですね。エントリーも知ってきている方がいたら、今、踏み益の状態でしょうかね。あ、トントンですね。今、買い戻しが入っています。焦らず行っていきましょう。ちょっと商いがですね、朝一としては、アドバンテストが139万株あるのに対して TSI は24万株、ちょっと少ないかなというのが正直感じられましたので。そうですね。では、一つ一つ見ていきたいと思いますが、まずオルツですね。特売のまま、あと数分後でしょうかね、おそらく値がつきます。で、TSI のこちらは空売りですよね。今日のローソク足割り込んでいます。あとはアドテ6857、こちらはギャップアップ、昨日着地で今日ギャップダウン、手は出さない方がいいですね。そして ZOZO、日経全体が売られていますのでね、日経が今マイナス700円ということになります。 ZOZO はチャンスが来たらということで、まだチャンスまだまだありません。で、中外製薬ですね。こちら結局売りなんですけれども、窓大きいですね。冷やしてみていただくとお分かりになると思います。出さない方がいいかなというところ。約23万。高彩度、いい形になってきましたね。昨日の安値どころを割り込むかどうかということで、実は高彩度を見ております。買いではありませんので、7168。具体的な金額で言いますと、昨日安ですので、568円どころ、これを割り込んだら売っていこうと思っています。ですので、注文画面に関しては、このようにですね、他にいい銘柄あれば、全然その銘柄を狙っていくのが一番ですけれども、多くなくても、部数、やっぱり200株でもいいです。1000株入れる方は、板の状態見て、今、3桁、4桁ですね、ほぼ4桁になりますのでね、これで狙っていくと。私の方でももう準備はできています。朝一番は、4桁なり売り注文。この準備をして、執行ボタンをあと押すだけになっています。その前に、数分後といったオルツが寄りましたね。利益確定の売りに押されております。で、オルツ貸し株見たらですね、楽天証券におきましては貸し株ありませんでしたので、本来空売りしたいところではあるんですけれども、すいません。買い戦略のみでオルツは今日見ていこうと思っています。ZOZO に関しましても買い戦略。ポイントはまだまだ来ておりません。
ですので、冒頭でお伝えしましたように、ポイントが来たら狙うとこういう戦略になります。ただ、闇雲に行くだろうと思って買ったり、売ったりすることは一切ありません。まあ、条件に合致しているかどうかですね。それで見ていくということになります。実は今日ですね、30銘柄ぐらい見てるんです。登録リスト。昨日の決算発表銘柄も入れていますので。オルツ 260A は、まあ、売り買いのバランス拮抗状態ですが、朝9時6分につけました724円どころをブレイクするかということで見ていきます。ZOZO は、昨日のヒゲを抜けていくかどうか。今、買い戻しが急に入ってますね。0.07倍ですから、昨日の日商金。信用残チャートで見ても0.51倍。ほぼ空売り。しかしながら、まだですね。ポイントは来ておりません。で、高際動7168の空売りもポイント来ておりませんので、エントリーは朝1は今しておりません。まあ、TSI 入られた方は、入った方で、まあ、同値撤退ですとか、あと利益確定ですね。されていらっしゃると思いますけれども、ちょっと自分としてはやりにくかったかなというところになります。他の銘柄を注視して見ていたというのが理由になります。まあ、じっくり見ている方は入ることは可になります。ん、おろす。一気に上に行きましたね。朝の、まだ抜けてないんですね。さあ、来るかどうか、タイミング。一気に動くか。まあ、抜けたら大津強そうですね。まだまだいきそうですね。まあ、720円手前。まあ、725、まあ、730円どころ。抜けていった場合には、ありですね。出ましたね。まあ、注文画面が、すみません、高サイドのままでした。公募がおろつ540円ですので、まあ、だいぶ当選された方、まあ、利益ということですね。まあ、今日もストップいくでしょうということで、200錠分ありましたから、300万株くらいです。ましたので。しかしながら、一気に消えたということですね。他の銘柄にシフトしたということになるはずです。一回おろつですね、ちょっとタイミング逃しましたので、押すのを待ってからにします。押さなければやらないです。毎日チャンスありますから、トレードは。焦ってエントリーして、後追いして高値掴みをしてしまっては、元も子もありませんので。さらに1段安。今日の安値、ね。7168高サイドの売りはポイント来ておりません。出来高も間もなく100万株ありますので、ね、狙っていこうということで見ておりましたが、結局、買い戻しが入ったということになります。あとわずかでしたけどね。あともうちょっとでしたけど、わずかというもう少しですね。でしたけど、ポイントなくすい。で、ZOZO に関しましては、まあ、昨日とこ抜けてきましたが、こちらもそうですね、ポイントなく今推移しております。オルツ、ZOZO、高際動、PSI、あとは中外。中外はアドテスト同様、ちょっとっていう感じですね。ポイントなし。あと、他にも見ている銘柄、ジーンズとか。そうなんですけども、昨日のストップ高割り込んだら面白いかなと思って見ておりますが、ポイントなし。あとは芝メカも見ていたんですけどもね、案の定下げてのスタートの流れを受けた形ですね。今現在ストップ高つけているものはありません。このようにですね、朝の戦略、しっかりと見極めながらトレードしていくと。で、オルトに関しましては IPO ですから、今日で上場3日目となりますので、激しい攻防見られますよね。
ですので、私が先ほど言った、押してから次上げるタイミングって言ってしまうとですね、NG というのを作ることが多いですね。NG、N のような形をして上げていく。それを、ポルス、待っています。で、ZOZO も実は同様なんですね。同じ考えで見ていきます。で、高サイドは次、逆 N 字で売られるのを待っています。だから、朝一といっても必ず何か、成り行きしなきゃいけないとか、焦って9時になったらトレードしなきゃいけないということはありません。じっくり構えながら、特に前場11時半までありますから、チャンスが来たら、チャンスがなければやる。単純にですね、この思考で臨んでいただきたいと思います。それによって、しなくてもいいロスカットを防ぐことがそもそもできるということです。十分に皆さん注意をしてですね、トレードを引き続き臨んでいただきたいと思います。今日は朝1のトレードということでですね、まあ、結果、10分間、今、2分から取りましたので、約10分間ですね、ノートレードという形で10分間は終わりました。この後ですね、9時半以降の戦略もありますので、ね、そちらで戦っていこうと思っています。なぜ我々がプラスで終えることができるのか、そしてリスクリワードレシオがなぜ1、最低でも1以上なのか、損1に対して利3とか、損1に対して利5とか、損1に対して利8とかですね。なぜそれができるのか。ということもですね、理由、明確な理由がありますので、ね、それが一つの、ルールになります。今日はここまでといたしますけれども、皆さんの参考になった、ためになったという方がいたら、ぜひいいねボタンを押してください。チャンネル登録まだ行っていないという方は、ぜひチャンネル登録もください。また、我々が皆さんに毎日無料で提供しております。翌日用のデイトレード専用注目銘柄、まだ受け取ったことがないという方がもしいましたら、ぜひ受け取ってください。あるいは今日初めてこの動画を見たという方も、ぜひ受け取っていただいて、皆さんのデイトレのですね、参考にしていただけたらと思います。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。これからも IPO まだまだ出てきますのでね、IPO 対策しっかりして、利用をどんどん引き続き伸ばしていきましょう。では、失礼します。